继续回到今天的我爱偶像。耶、yeah! 接下来呢哦，这一组团体呢、来自日本，而且他们平均年龄只有16岁，对于 Apple 来说是一个非常大的压力。怎么样？怎么样？但是真的不得不说，他坐在我们的椅子上，看起来非常可爱，而且青春洋溢。对，我一起来欢迎来自日本的团体，他们叫做 Loca Jambonica。耶！欢迎欢迎！对他们都是第一次来台湾哦，请他们自我介绍一下。私たちあなたと生きる学習長 Loca Jambonica です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。你们有会讲的中文吗？はい、あの私たちのグループの自己紹介を今回のね、あのライブのために中国語バージョンを覚えてきました。はい。やってもいいのかな？いいのかな？所以我们就请他们用中文来做自我介绍。せーの。我们是平报你。先是啊，我记错了，我一次，再一次，すみません。我们是陪伴你鲜花的青春笔记 ，Loca Jambonica です。耶、yeah, ，很可爱。来 ，Apple， 来，他们刚刚是讲中文，你翻译一下可以吗？我们是陪伴你们的。陪伴你，鲜活的陪伴你生活的 Loca Jambonica， 耶！有听得懂？哇，好厉害哦！对，他们不光学习了自己的团名的中文之外，其实他们还有特别为了我爱偶像，把自己的歌曲改成中文版的，对不对？哎，这真的很不容易耶，而且超用心的。所以接下来呢，我们就要来看看他们带来这一段演出。
你加油哦，继续继续支持 God bless。是谁发真心？希望你别想那不希望的星星。为了这世界的存在，大家你说你我没得谁去处理，你叫妈的那不叫妈的心里。美国的说的是早恋。Yeah！ 哎，真的是为了我们节目特地啊做这个练习，而且中文版的演出这样子，没错啊。所以对你们来说，其实因为十六岁，真的都还是在学习的阶段。这个要唱中文歌，对你们来说最困难的地方是什么呢？外国語、今回は中国語、はい、初挑戦で、そう、中国語っていうのもそうなんですけど、まずこの曲自体がめちゃくちゃ速い曲なので、これを中国語バージョンってなるとも、 うもっと速くなるんじゃないかって思ってたんですけど、ただでさえ日本語でさえ早口なのに、中国語 でどうなっちゃうんだろうって思ったんですけど、でもすごい覚えると結構楽しくて、楽しい普段もちょっとね、覚えてくるとだんだん口ずさんじゃうよ、逆に頭から離れなくなるような、頭良くなった気がする、是就像背剧本一样，对啊，背好了之后真的是都忘不掉，对啊，所以呢，我们还要再次的给他们掌声鼓励一下，很用心。那我们知道这一次 Locaja Monica 他们来台湾参加台北国际动漫节嘛？对。我想要知道说，在团体里面，其实每个成员都有自己的特色，有没有自己独门的圈饭的招式，可以在节目当中跟我们分享呢？是。在团体里面，其实每个成员都有自己的特色，有没有自己独门的圈饭的招式，可以在节目当中跟我们分享呢？是，技というか、私たちはステージと MC のギャップがあるところが魅力なんじゃないかなと思います。ギャップ萌え、はい、ギャップ萌えだね。やってみて。あ、違うんです。ステージではもうすっごい激しくもう踊るんですけど、実際会うと。結構ね、喋ってる感じだとすごいフォワーっていうね、ゆっくりした感じのね、時間が流れてるという差が激しくて、そのギャップでちょっと頑張ってますよね。頑張ってますか？对啊，主要呢就是因为他们会给人一种很接近的感觉，对不对？很亲切啊，也不是那种高高在上舞台型的艺人，但是呢，他们又在舞台上有很棒的表演，对，而且让所有的粉丝会觉得说哇，很邻家，然后很喜欢这样，也不用特别有一些什么招式，只要在舞台上卖力演出，感受所有的聚焦在他们五个身上，是的，对，那他们的演出经验其实也已经很多了嘛，没错。那有没有哪一次的经验是让你们觉得最感动的时候？はい、あります、あります。もちろん私たちありがたいことに今までたくさんのねライブをさせていただいたんですけど、ちょっと迷っちゃうんですけど、ね、やっぱり誰が一番は、ね、一番最近に初めて初のホールライブをした日本青年館という場所でライブをしたんですけど、初めてのホールライブにもかかわらずたくさんのファンの方がね来てくださって、もうめっちゃ感动しました。其实呢，这个 Locaja Monica 呢，在他们同公司啊，也有大家非常熟悉的艺人哦，包括这个桃色幸运草 Z， 另外呢，还有私立惠比寿中学，都是他们应该算是他们的师姐喽，对不对？那所以呢，在你们自己啊，平常有跟他们有机会合作，或是碰到面吗？会える機会、
あの、うん、同じライブで出させていただいた時とかねあったりするよね、はい、話していただいたりとか ね、うん、ねやっぱそういう時はすごいねあの私たち憧れてるもんねみんなそう、うん、先輩ってなりますねあとあのライブに先輩たちのライブにあの勉強しに行く機会もあったりして、なんだろうね、すごいやっぱ先輩いるのってありがたいなってめっちゃ思います。我觉得同公司其实前辈已经非常受欢迎了，对，对不对？但是呢，当你进了这个演艺圈之后呢，你就有机会会看到很多心中自己默默崇拜的偶像。嗯，我们来分别聊一下好了，在你们的心里面有哪一位艺人可能是你们心中崇拜的对象吗？やっぱり、スタダの先輩のモモイロクローバー Z さんとか、もスタダの先輩はもう全部尊敬してます。其他人呢？私もそうなんですけど、その今言ったスターダストのアイドルの先輩方を見て、私もこういう風なアイドルになりたいなっていう、そう自分の夢があのできたきっかけでもあるので、すごく今でも憧れているし、いつかはその先輩と肩を並べられるぐらいのレベルに達せるぐらい自分も頑張りたいなって思います。那因为他们其实现在是艺人的身份，嗯，但同时呢也是学生，因为他们年纪都还很小。嗯，那在私底下的休闲活动是什么呢？私たち結構個人の趣味というよりかは、例えばお休みの日があったら結構メンバー全員5人で、嗯，あのディズニーランドとかあの遊園地に遊びに行ったりしてます。因为平均年龄16岁，嗯，对于大人的世界呢，或是我觉得。在我们16岁的时候，对，我们一定希望说成年，我们第一件想要做的事情是什么？像我可能就是考机车驾照，对，考驾照。对，那他们的话，如果成年的那一天到来的时候，他们最想完成的事情，第一件是什么？大人になったらやりたいことは、あのさっきも話したんですけど、お休みの日はこう5人であのディズニーランド行ったりしてるんですけど、メンバー今みんな学生で、なので大人になったら今度は5人で海外にも行ってみたいし、あの今日も台湾に来れてすごく楽しいので、また5人で台湾にも行きたいなと思ってます。所以希望他们成年的时候呢可以再度的来到台湾，那今天呢他们也带了他们的作品，除了有现场的演出之外，哎，你们不是有 CD 要送给我们吗？忘记了太可爱了。对，好，来，感觉他们坐在这边有点像上课的感觉，像教授这样子。啊，交报告了，对，交报告，交报告，谢谢。ありがとうございます。好可爱哦。对啊，好，这是他们的 CD 啊，对，非常可爱，也是学院风的感觉。对，嗯 ，Luca Giamponica， 接下来我们把舞台交给他们。それをもっと知る